瀬川は、江戸時代、新吉原江戸町、松葉や繁栄門方の遊女。同盟者は、教宝から天命まで、国にいた。その中で2代目、4代目、5代目が有名で、ことに、法暦の4代目瀬川は、名義の誉れを一斉に発せた。下佐の農家の出身であったが、稀に見る彩色層絶定、三味線、浄瑠璃、笛太鼓、舞踊などの遊芸は、もちろん、 茶の湯、和歌徘徊、五、すごく、け蹴鞠の技にも達していた上に、文長名風の筆を良くし、駅の造形もあった。法暦五年春、日頃信仰のあった長寿屋の遊女飛つ鶴が引かされて、狂わを出るとき、瀬川の送った文に、君参らせこうどころ、この里の家宅を教師は慣れられて、良識とえ、五根引きの花、珍しき鬼枕大裏山時期ごとは、物川、 ことにとのわき、そのじさまは土、一音明を起こし日はようにしてご一生やしな太い、藤の家、万人を養育し万人にかしづかるると、頼もしきもめでたきおなかと、ちょっと占い参いらせそうろう、穴剣というのを見ても、その文層の豊かであったことがわかる。後に御用達の町人講師や宗介に引かされ、両国や玄堀編へ囲われたが、実は、ある大名の家老が、 孔子欲の名を借りたものと噂された。安永4年に五代目瀬川が鳥山県業に引かされた時は江戸中の評判となって下作ができたほどであった。その後の瀬川の突き出しの年月は大田南保の俗字古水にある。代々の瀬川が高額で引かされたので松葉屋はこのために賛を成したという。ありがとうございます。